ニュースのお時間です。ナビゲーターの増座でございます。小山さんが、犯罪まっしぐらです。課長の宮さんが、裏天皇を認める者にも、そんな権利はないと述べておりました。小山さんが、それに反応し、命を狙われているなどと言っていました。正確には、そのへんてこな動画を消してくれという発言です。それを、小山フィルターを通すことによって、動画ではなく、 小山を消ししてくれれとなったのかもしれません事実無根なのに、選挙でそんなことを言ったら、マジで名誉毀損であり、業務妨害になるんじゃないのかな。課長の宮さんも、今は一般人だし、平和配信されているし、なんかかわいそうにって思ってしまいます。また、裁判の答弁書も書いていないようです。本職と揉めた悪い人間なんだからと、よくわからない理論を述べております。 全く整合性もなく、意味不明ぜ。基本、裁判は書類と証拠ベースで進むので、完全なる敗訴となると思われます。世の中には、消滅事項というものがあります。あぐらを書いて、怠けているだから、君の権利を消してしまう。というものがあります。怠け者には、容赦しません。それが、法律です。どんだけやる気ないんだ。そして、 さらに訴えられて敗訴したいみたいです。完全に犯罪まっしぐらです。少なくとも刑法の構成要件に触れていることくらいは理解してもらいたいものです。そしてルールを守ってもらいたいものです。それではまたお会いしましょう。